いや、いいね。これ今ミラーつけてくれるから。おミラーレスもかっこいいですけど、ね、それ行動走れないからレトロじゃないですか。レトロだよこれ、いいっしょ。うん、はい。でね、今回はですね、これ今回ナナカンパニーさんにめっちゃ無理を言って、まあ、本来はお客さんに販売する車両ではないんですけども、それはちょっと無理くり、なるべくちょっと値段を下げてほしいってことで売っていただきました。で、何にするかというと、タカボン、9月といえば何でしょう。小春先生の。そうです、毎年恒例になってきてる小春先生の誕生日がやってきますんで、今年のプレゼントはこれにしました。で、今まではジャッキ欲しいとかプレス機欲しいとか、あれ小春先生のリクエストで買ってたから、まあ小春先生何が来るか知ってたんですよ、はいはい、今回は僕が勝手に選ばせていただきましたので。まさかの乗り物ですか。はい、乗り物、エンジン付きの乗り物ということだけは言ってありますけど、今日はこいつをですね持ってって、はい、小春さんにちょっと喜んでいただけるかわかんないですが、このおしゃれ株を納車したいと思います。あ、ミラー取り付けお願いします。これちょっと、はい、めっちゃ指導性いいから、もちろんキックなんですけど、ほらこれ手でもかかりそうですね。一発指導。まあちょっと距離走ってますけど、現状エンジンの調子とかは良さそうですよ。うん、音がいいです、音が。ということで、あとは小春先生が喜んでくれるかどうかでございます、まあ、とりあえず積み込みましょう。はい、ここからですね、縛るのが僕たちが、そう、縛りますね。縛るのが僕もタカポンもできないっていう。おお、ああやって固定するんですね。それ大丈夫ですか、僕らほどけるっすかそれ。ああ、大丈夫です大丈夫です。ほどくのは簡単。ほどくのは簡単。ただ本当だったら前からこう行きたいんですよ。ああ、前から。なるほど。でもこれ今真横に落としちゃってるんで。ああ、なるほど。ちょっと後で確認して、無理そうだったら車体を少し後ろに下げて。あ、そういうことですね、わかりました。前後に動かないように。ここですよ、今のとこ。うん、見ててもわかんないんだよね。で、今ここで押さえてるんですけど、ここでこう。ああ、はい。あ、そうそうそう、それで、そこほどくだけで取れるんですよね最後。そうそう、ちょっと今ゴムが食い込んじゃってるみたいなんです。で、ここに輪っか作ってこうこれで簡単そうに言うけど、これで今できない。バイクが全く動かないんで、ちゃんと縛れて。バイクを揺らして車が揺れるぐらい。無事です。くっついてますか。くっついてます。今のとこ無事です。ヒヤヒヤですねとりあえずクラクションでも鳴らしますか。無視された。あれ出てこないな。もっとプップップってやって、プップップ。あ、来た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 、帰ってった。おーい小春さん、はい、誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ありがとう。何歳になられたんですか。30。え、ちょ、嘘でしょ嘘でしょ僕より年上だから40代ですよね。だからもう年の話はやめましょうよ。で、小春さん、今年の誕生日プレゼント何だと思います。軽トラ。違いますよ。タカポンだ。ちょっと目つぶってください、目つぶってください。ちょっと目をちゃんとつぶって。ダメ、後ろ、ちょっと後ろ向いたままちょっと連れてきてよ、タカポン。ほら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 、さあ
左向け左で振り返っていいよ。免許取れと。いやいや 50cc っす 50cc っす。あれなんか何すんのこれ、あんまり喜んでない。小春先生が喜んでくれるかどうかでございますどうですかこれ、スーパーカブ。スーパーカーが欲しい。何言ってるんですか。またレトロなやっちゃな、これ。可愛いでしょ。この辺のハンドルグリップとかもですね、あの可愛くカスタムしてもらいました。ちょっと整備してもらいましたから、タイヤもほら見てみる。タイヤも綺麗。タイヤ取れへん。大丈夫。いや整備済みですよ。誰がやったの。バイク屋さんです。なら大丈夫。ナナカンパニーさんに整備してもらいました。なら大丈夫。王さんがやったんやったら問題ある。いや、あの、これで、またお金かかるやん。いや、カスタムする気満々じゃないですか。あの、これでほら、通勤とか、あと、フェニックスオートに車両取りに行くときとか、そういうのに使えるだろうなと思って。ヘルメット買わなあかん、ヘルメット。持ってんじゃん、ヘルメット。あんなレース用のやつでいいの？まあ、現地用のヘルメット買ってください。オートはオートマって、カブってあのオートマじゃないっす。え、自分そもそもそれ二輪免許持ってないよ。大丈夫です、これ普通免許で乗れますから。本当に？はい。練習してください。怒られへん？練習してください。ナンバー取ってこなあかんやね、でも。はい。このままじゃ乗ったら。書類出せばナンバーすぐ交付されますから。本当。いや、小春さん、僕の中ではこれ過去最高額のプレゼントなんですよ。これ。そうだ。中華。その。いやその奥さんとか彼女だったらこのぐらいの金額のプレゼントしてもいいかなと思いますけど、小春さんにこんな高いプレゼント僕お渡ししてるんですか。大助に貸しに頼む全然足りんじゃねえかよ。新車でも足りねえじゃねえかよく考えたら。そうかそうかもしれない。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。どうですか、小春さん。キックですからね、あの指導。あ、なんかニュートラルだったの多分変えちゃったよ。どこがどうなんのこれ。小春さんがそのなんかちょっと戸惑ってるの珍しい光景ですね。キュルルンって言わんやん。いや、あのあれっす、キックです。キックギア入ってんじゃないですか。ギアこうやってやったら、あの、あそう、これがニュートラルです。でこのニュートラルにした状態でですね、キックを踏んでください。あれいや、ちょっともうちょい上からですね。バレて、僕がもうちょい勢いよ。惜しい。ガス欠？いや、そんなことない。回してみてください。で、ゆっくり。カブっぽい音がするわ。マフラー変えたいな。回して、戻して、2で、回して、戻して、3。もう一個いける？あ、いかないですね、3速っすね。3速っす。そう。バックはない。バックはないっす。バイクにバックはないっす、小春さん。これどっちブレーキ？そっち、あのブレーキっす。あの前ブレーキっす。でこれが前ブレーキで、これがこっちが後ろブレーキっす。これが後ろブレーキ。右足。これか。これが右ブレーキ。あ、後ろブレーキ。苦戦する小春さん面白いっす。え、どういう意味これ？こうです。だからこう。ここにないんか。ここにないです。片手で運転できる。うわ、むずいな、これ。どうやって
え、むずいなこれ。シフトやりながらウィンカー、ウィンカーも出してください。ウィンカー、ウィンカーそれはホーンです。そうそうそう、あのこのこういうカブ、あのお仕事用カブは右側に全部あるんですよ。でなんでかっていうと右手だけで操作できるようになってるんです。あの岡持ちを左手に持ってても運転できるように、そうそう、運転できるように左手だけで、あ、右手だけで操作できるようになってるんです。これ後ろやったらどうなの？もうこれ以上後ろがいかない。あ、入るよ。後ろに4足入ります。ロータリーだから一緒、一緒、いや、321って戻ってきます。今度ってことは何？今これ1なの？3なの？321って戻れます。ニュートラル123の順番がぐるぐるしてるだけです。これやばいな、広いとこで乗らんと事故るな。これあれですね、小春初めてのスーパーカブの回やらなきゃいけないですね。どっか練習しに行かん、練習しに行かんといかんですね、これ。これはやばいな。で小春さん、じゃああの今年の桃助からの誕生日プレゼントの満足度は100点満点中何点ですか？100点？ 100 点満点中50かな。 50？ ちょっと待って、50めっちゃお金かかるやんこれ。いやいや、ちょっと待って、ちょっとその前に僕が高いお金出して、株高いんですよ今、中古でも価格高騰ですよ株も。なんで新車じゃないの？はよこの人、なんで新車じゃないの？ちょっとだって今までで一番高いプレゼントですよ。今3足でしょ。いやもう俺の話全然聞いてないでこの人。1ニュートラル、ニュートラルやったらとりあえず動かんのかな。ちょっと理解できた、はい、これで定時止めんのキーで止まるよ。エンストしないですよね、うん、エンストしない。これ何これ？あ、チョークだ、チョーク、チョーク。あー、エンジンかかりにくい、うん、そうそうそう、冬にはあるやつね、うん、これ何ボルトなの？知らないです。バッテリー見てください。そこ大事なとこじゃない。バッテリー見てください。とりあえずピンクに塗られたらどうですか？とりあえず色は塗りたいね。ピンク、ピンク。こういうのも多分部品出とるよね。あ、部品出ます、その辺は、外装は。ちょっと何やろっか、最初。いや、その前にあの運転する練習からじゃないですか、小原。運転する練習からだと思います。その上で塗らないとあのこけて、あの、そうそうそう、大変なことになりますんで。へえ、今までバイクなんて人ごとやったでな、さっぱり分からへん。これなんだかんだ言ってこの人喜んでますよね。なんだかんだ言ってこの人喜んでますよね。いい感じだ。なんだかんだ言って喜んでる。ちょっと株について調べる。なんだかんだ言ってあのやる気出てきてますよね。わかんないもん、こんなん。伊沢さんに聞きゃいいんか。まあ伊沢さん、でも伊沢さんこの世代の株について知ってるから。これどこへナンバー取りに行くの？陸地？違います、あの市役所です。市役所行くの？はい。すげえ、タイヤ新品っすよ。いやだから整備してもらったって言ってるじゃないですか。タイヤ新品っすよ。整備してもらったんですよ。でも多分すぐ買えますよ。なんで？あのマットタイヤ。マットタイヤにすんの？はい、ほら、ありがとう、桃助くんありがとうございましたわ。タカポンありがとう。いやいやいや、ちょっと桃助くんありがとうございましたわ。どうしたの？ありがとうタカポン、大事にするわ。だってあれ、いたの？いや私が買ってきたんです。ちょっと僕ね、今心配してることがあって。何？来年のプレゼントどうしようって。あ、それはだって下がるわけにいかないですからね。ちょっとね、どんどん上がってかな、今から心配しております。私リフト、リフト今年リフトかなと思っとったのにさ。いや、リフトの金額まではまだだいぶありますから。200万ぐらい？いや、まだそこまで行くのはまだだいぶ